今日のゼルダの伝説はですね、夢見の装備を欲しいと。でゲーム中のイベントクリアしないとフラグが立たないらしいんだね。それで、おっ、プログだ。いいじゃない。ルツ、義士、ククジャの真ん中にある柱をどうにかしろっていうふうに言われてるんです。だから、多分そこにあるんでしょう。ああ、違うのかな。これ関係ない。ああ、この柱か。この柱をどうにかすればいいんだな。どうするんだ。冒険手帳。ラムダの財宝、夢見の勇者服は、ルツ、義士、ククジャの中央に石柱滝ならず部遺跡あり、その太き柱の一つが我が宝への道を開く。うん。だから、ここじゃねえの。これに戻れこ。違うか。はい。ああ、迷いがいるのね。ここじゃないのかな。これはフェイクなのかな。その義士、ルツ、ククジャ、真ん中。いや、でもこっちの方なのかな、スタンプ。いや、でも、ここがいい加減だからな、マップピン打ってんのかな。いやー、ここだと思うんだけど、どうだろう。中たらの上に立ち並ぶ遺跡あり、その大きい柱の一つが我が柱。この下、これは目印で石柱が並ぶ。石柱がないぞ。あれ？ここじゃないのかな？雨降るじゃん。急げ急げ。石柱の一つだから、1本2本3本4本ちっちゃいのも。石柱ってのは結局この石の柱のことなんじゃないか。そのどっかに、穴があるなり、爆弾で壊すようなところがあって、
それを見つけるのかな。石柱どこに隠すか。コロムは見つけた。どこに隠す。隠すとしたらあんま分かりやすいところには隠さないと思うんだよね。あの割れ目の間とかにあるんじゃないの。石柱1、2、3。どっか見逃してんのかな。迷いの反応があるってことは。どこかに入り口があるはずなんだよ。雨降っちゃうよ、早くしないと。あの3本だけかな。こいつがいるってことはラムダの場所がここなんだよってことだと思うんだよね。なんだろう、なんだろう。あれ？ああ違うか。あれは洞窟の穴じゃないんだな。なんだろう、なんだろうな。ん？お？ここ？お？ああ、もともとあれか。そうか、ここにミジャー様がいたら危なかったのか。刺さってるもんな。引っ越してなかったら潰れてた。ねえ、どうもどうも。まいったね。なんだろう。まいったね。これは？ああ、ドラマーの人が。困ったんだけどね。さて、どうしたのか。石柱。雨だし、この間ちょっとよじ登ってみようか。
ここは雨当たんないから登れんだ。さて、なんでここに休める場所があるんだろうか。だけど、通れる札が出せるわけじゃない。ここまではいける。この辺から滑る。石柱コロムを仕込むってことは違うような気がするんだ。石柱並ぶっていうと、でも逆にこっちか。そうか。こっちかもね。そしてここにはワープポイントがないから。これマップピンだろ？ワープポイントがないんだよな。誰かロケット持ってない？せーの。どうだ？どうだ？ああ、そっか、そっか。こっちの方が石柱が立ち並ぶのか。ああ、そうだね。ああ、そうだね。グリオークだね。いや。なんとかして戦うの、なんだっけ。あの機械、レーザーかなんかの機械でビューって。作ってみるか。レーザー。レーザービーム、これか。で、まずはこれで。
射するかな。しねえな。しねえな。あれはサーチしてんのかな。外れたらビーム出た。これゴーレムの頭ってもしかしてダメなんじゃないかな。おお、怖い怖い。逆につけてみる。ああ、そっか、スイッチ入れない。あ、出た。出ました。動いてんだけど。動いてんだけど、なんか違うんだよな。ビームは出てる。ビームは出てる。ビーって出てるけど。なろう。あ、消えた。え、消えた。あ、消えた。あー、全部消えた。うーん、全部消えたな。ダメなのか。ダメか。あはは。よし、みんな呼ぼう。出といで。おお、タコ殴り。結局レーザー光線あんま意味なかったっていう。おお、押されてる押されてる。痛い、熱い、焼かれて転がり、ああ、転がり続ける。勘弁。あ、上昇気流ちょうだい。
倒せそう。倒した倒した、やった。まあまあ装備とか最強なわけですから、それは倒せるでしょう。この石柱群のどれかってことでいいのかな。こっちから下は、ああ一応あるのか。一応あるけど、そうね、真ん中っつうぐらいだから、三角形を結ぶとしたらこの辺。この辺から徹底的に調べておきゃいいんじゃない。あとコログも見つけたいので、コログ先生、ありがとう。調べるとってな、何をどう調べるか。上を調べるのか下を調べるのかも分かんないでしょ。マップピン的にはここだけど、ここにはないわけだよ。わかんないようなクイズをやってくれますよね。ん？これか？これがどうなるの？これっぽいんだ。これっぽいんだけど、なんだろう。その太き柱の一つが我が宝への道を開く。石柱たち並ぶ遺跡あり、その太き柱の一つが我が宝へと導く。どうなったら正解なんだ。太き柱っつうとこれか。この柱が、お、動いた、やったあー、てっきり影かなんかだと思ってた。あ、ラムダさん分かりやすかったですよ。発見、古代石柱群の洞窟。おお、なんだか、あの、東京の地下のあの、水路を止める何かみたいな感じだ。ああ、はいはい。じゃあこれで夢見は取れるわけだ。ガッチャンコ。服。はい。そしてここに全部あんのか。服と足と頭全部ここにあるのか。
違うのか。もしかしてヒントとかを他の洞窟で見つけて一個一個ラムダの秘宝やんなきゃいけないのかな。うっ、おはい、迷い101必要なんですが、今いくつ ?60! あと41探さなきゃいけない。いい、これはでもなんか、服一着と迷いしかない感じだな。うん、それしかないんじゃないかな。あ、ライトが上の方向も見たらこのローブを使ってていいんだけど、そこまでじゃないからな。さて、でも、こんなもんか。じゃあ夢見の装備に関してはもう、その勇者服2、勇者服3みたいなクエストをどっかから拾ってこないといけないんだ。だから、洞窟のイベントをもうちょっとこなさないとダメなのかな。とりあえずあとはなんだ、登山された馬宿を彩る絵1。はあ、笑う目がねえよ、わかんないんだよね。糸マニアもわかんないしね。困ったな。そっか、一気にできるわけじゃないのか。なんかこう、謎を解いたらまた次の謎みたいな感じで。違うな。散りばめられた洞窟の中でラムダの秘宝を探して、探したその後に、だから服が被るんだよなぁ。服が被っちゃうんだよ、ミーボ装備強化したのに。まあ、どんどん作ったら消すみたいなことをやっていくしかないか。それしかないね。せめて色違いだったらいいんだけど、鬼神の装備をさ、ピンク色にしようと思ったの。薄ピンクとか可愛いんじゃないかなと思って。そしたら、ダメですって言われちゃってさ。それは色変えられませんよって言われて。そっか、そういうペースとか。じゃあそれが水増しされたとして残り2つがあるでしょ。それで96になるでしょ。97、98。まあでも水増しとかなんだろうな。よし。よし、もうわかんなくなった。わかりません。いいんじゃないかな。とりあえずこれで抜けられるんでしょ。どっこい。じゃあこれはもうこれでいいんだな。もう戦う必要もないんだな。じゃあこれはもう消しちゃおう。ピン、これはいらない。おう。この辺ってブレワイだと大妖精ミジャーでしょ。何のイベントあったっけな。シーカータワーのあるとこ行ってみるか。よいしょ。はい、余力があるうちにシーカータワーのところに行こうか。なんかこの辺にコロボとかいないんですか。
太い柱の上にスイッチね。覚えとく。さっきこの辺を見たんですけど。見たんだろうな。じゃあ違う、こんなん放送の外でさ、もう転ぶ探ししてるとさ、イライラしちゃうからあんまり転ぶ探すとこ見せたくないんだよね。なんだよとか言いながらやってるから。あ、よし、ありがとう。いや、ちょっと喧嘩を解こうと思って。だからあそこにシーカータワーがあったの。違うな。あれは違うな。昔はや、あれだ、風車があったとこ。はい。ああ、今は綿毛になってんだ。仕方は、ん？なんか祀って。ごめんって。この辺に昔頃があったんだけどな。
ほんのちょっとだけ昔懐かしの同じ場所にコロンがありますよね。はい。お？あーこれはでも洞窟からだろうな。ブヒヒヒヒ。あーお前か。邪魔だな。話せないんですけど。どこ？遠いな。ああ、でも飛行機で行くのか。なるほど。はーい。ロケットも。どこっつったっけ？あそこか。おお、これ。あ、あといらねえな、これ。うん、あの、いらない、大丈夫。いらない。いらない。曲がれ。上飛んでったんだ。変なとこに引っかかっちゃった。どうしようかな。取れないな。やっぱ思った以上に飛びすぎるかな。あ、でもこれで橋になってる。だからこういうのがみんな千差万別でいろんな冒険があるってことでしょうね。ほいほい。はい。飛びすぎちゃった。どうですか？あれ？転がったのか。えい、どういたしまして。じゃあこれはこれでいいのか。もう一回向こう行くか。今度はいつも BTB してたところ。の装備123ってあるんだな、多分。で、さあ、お、ああ穴開いてる。ここは昔あったとこだよ。ああ通れるルーフだ。なるほど。これは前作経験者用だろうな。ほい。ってことはレース系はあるのかな。ん？ルミーだ。
お、あっちに走ってた。どこ？どこ？ああ、ここか。ここは入ったよ。どこだ？死んだ？お、金のリンゴ持ってた。なんだ、ルミーは取ってる場所だな。そっか。あそこ、あそこ。大岩、大岩のところ。だからここ入ったんでしょ？大岩のところはどうだ？こっちこっち。おお、なんだな。ああ、やっぱりそうだ。なるほどね。これブレスオブザワイルドでゴルフのとこだったの。まあ、ゴルフのところはこう逆に戻すんだね。でも これ好きじゃない。うまくこれがはまらないから好きじゃない。よし。いやー、はあ。よいしょ。まあ、この辺うろうろしてても、でもラムダの財宝には遠いだろうからな。どうしたもんか。何やってんだ。料理の人か。トマトピザ。トマトとチーズと小麦粉と塩かな。ああ。おお。はい。ちょっとトマトチーズを作らせて。トマト。チーズ。小麦。塩がいるんじゃないかな。あとなんだろう、肉？いや、肉いらない。トマトチーズピザいける？あー違うんだ。肉入れないとならないのかな。チーズ、あ、これ 米だ。チーズトマトにしかならなかったな。小麦、チーズ小麦トマト。あー、できたできた。よかったよかった。肉がいるんだな。おい。ああ、矢印。矢印もやっと分かったよ。この矢印何なんだろうって思ったら、あのキラキラ光るさ、あの枝葉の先っちょとかにいたり、よいしょ、なんかシンボル的なやつのところにある光。だからこう指してる場所のここに本当はあるんだけど、すんごい近づかないとその光って光らないのね。ほら、
で、ちょっと離れるともうこれがさ、消えちゃう。ほら。ほら。これで消えるから、これはわかんないっていうことで矢印つけたんだね。さて、困った。どうしよう。これもうピンいらない。これなぁ、どうやったらいいんだろうなぁ。ここだけなんだよなぁ。どこで入り口があるのかなぁ。橋の裏側とかか。ここの裏側見てみようか。じゃあ、ワープで行ってみよう。こういうのがさ、その、やっぱ初見プレイの醍醐味で、ああでもない、こうでもないってやれるところで。もちろんね、もちろんね、そのバージョン 1.1.1 で、できた増殖技とかで多少はね、楽をさせてもらってますけど、謎解きに関しては、もうやっぱ答えを見ないっていうのがね、いいですからね。さて、じゃあ読みが当たってるといいんだけど、イエーイ！蹴られたんでね、しょうがないよね。やられたらやり返さないとね。だから、この下だよ。何にもなかった。ついてなかった。いやーそれはないだろう。荷物どかしたらあるとかないと思うな。そこは絶対やらない場所だと思うから、私はあの辺にヒノックスがいた。なんだろう。なんだろうな。この祠は地下にあるんだっけ？ああ、地下にはないのか。どっか
下に落ちる穴か洞窟か何かはあるんだろうな。船着き場違うな。行った。なんでこんなとこにいたの。板1枚2枚3枚おでちょっと待って、あのハイラルキャッスルのあそこ、あー違うか、穴に見えたけどあれ影だな。影だよね。あばれ早いな。ああ、そして雨降るのか。影でしょ？影だもんね。あんなデカデカとあるなんてと思ったけど違った。ないね。なんかこの辺に穴があってつながってんじゃないかなとか。糸。ん？ここ行ってないな。魔王池スカの祠行ってみよう。よいしょ。こんな感じだよ。思いついて行って、転ぶセンサーが反応したら探すし、行ってない洞窟があったら、洞窟の中入るし、ただね、見つけてない洞窟はやっぱ見つけらんないね。あれは、ルミーがいるか、その、悟りの導きがないとちょっと行かれない。そっか。ここの祠は地下にあるのか。よし、じゃあ迷い探そう。何？下にある。これなんだ。死んだ。
まあ、ラムダの財宝ではないんだろうしな。ここは入り口で、ここから下に抜ける何かがあるはず。交渉からダイヤモンド出たことね。ムーンって言われてる。何？ヒナバガンさん。また君が助けてくれたのか。ありがとう。空が血のように赤く染まり、倒したはずの魔物が蘇る。このブラッディームーンの鍵を解明したいが、月を調べにいることはやはり無理。ならば魔物の生態を探ることで、謎を迫ろうと思ったのだが、つい奴らの縄張りに近づきすぎてしまったよ。ははは、ははは。はい、うん、一応イベントがあったんだな。で、僕は発生する前に多分助けたんだな。これどこだよ。雨か。あれ？こっからないんだ。コログの反応は消えてるのか。
クラどこにいるんだっての。あ、いた。二つってことでいいのか。それで、骨が抜けてるから骨のパーツをついてあげるとか違うか。抜けてるところに道があって、ほこらですよ。なんでここで反応するんだ？さらに道があるのか。洞窟の中にはコルグいないはずなんだよね。どうすればいいんだ、おら。下にいるんだよな。下にいる。下にいて。明らかに下にいるのは分かってんだけど。下に行く術がない。ない。これは、こっちにさらにあるのか。僕が思ってないところを登ってくれてるんだね。このラインで探してみるか。弱い。
まい。これ全部一緒なんじゃないの？ちょっと読めない。何？何て書いてあるの？そうだね。一緒だね。あ、いたいた。で、ここを壊すとどうなるんだ？ここを壊して通れるルートで行けるようになるんだ。で、さらに通れるルートで、あ、だからこれ骨開いてんのか。はははは。なるほど。わかっちゃった。はいはい。入り口が4箇所あるのか。そうすると、なるほどね。コログが泣いてんだけどさっぱり場所がわかんない。へへへ。ああ、もうここじゃねえんだ。こっちか。あるとすればここかな。ないな。なんでここでなるんだ。通れる以外ないんじゃないの。まあでもないんだったらないんでしょう。わかんないところはすぐ諦めちゃう。あー、もうゴーゴー料理が切れちゃうな。切れちゃうな。ゾーラの里でもやるか。体罰、量。ここまで来たはいいものの、この先はところどころ崩れている。ゾーラの里へ行くには道なき道を進むしかない。ヘドロも大変。はーい。ん？ああ、もう。
本当にただモヤがちょっと隠れただけでこれは洞窟なんじゃないかって思うのとかよくないよ。ほう。うん。どこで反応してんだ。ああこれか。友達のところに行きたい。任せろ。どこ？微妙だね。まあ橋を渡してもいいんだけど。あー、あとこれね、ウルトラハンドさ、非常にこう悪いよね、操作性がね。これがギリなのかなでもって思ったりしますね。これ発信になるだろう。ショートヨッキうまいこと挟まってくれたな。ほら友達のとこまで近いよ。非常に安全に箱を投げたの。いつも引き回したりとかして、ね、お、よかったね。ああよかったよかった。はっ、どこの緑色。ああ、僕がかけた橋。ほんで、ヘドロでよっぽど大変なんだね、この辺は。まともに行こうとすると。なるほど、シド王子がいたところに風車つけたか。どこ？どこ？あれか。大体3個でしょ。ああなるほど、2個ってことは下か。1、2、ああ3、はい。えい、ダルブル橋。これで、だから、やっぱり橋の名前が書いてないから、これ橋の名前はマップデータになるね。今 87.07。
はい。ルミーもいないんだけど。ルミーがいないんだけど。へい、開いていた。ほう。ちっちゃ。ちっちゃ、なにこれ。ダバール森林の洞窟。わかるわけないよ。あ、でもこっからも入れる。違うな。これも洞窟だ。ああ、洞窟だな。しかも降りて。ここは行き止まりか。まあエレキじゃないだけでいいだろう。あ、迷い。まあ今やって上かい。一応だからラムダを探さなきゃいけないからめんどくさいのか。違うでしょ。こっちをつかみなさい。え、おかしいな。違うでしょ。はい。で、よい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 。これはわからん。ああ、でもこことここでつながってんだな。はい。あ、これはルミーがなきゃわからんっていうのが結構あってさ。はい。なんだろう、洞窟見つけようとしてこの辺にいるはずなんだけどなぁが、いないとさ、イライラしちゃって、イライラしちゃうからあんまり配信に向かないんですよね。この、はい、ああ、どこ、もしかしてまたイヤホン、僕左右間違えてる。もうなんだろうね、何も見ないでイヤホンとかヘッドホンつけて LR が絶対間違わない人になりたい。確認すりゃそりゃいいんだけど、
これはもう長えな。これ必ず間違えるんだよね。あ、今回の花は長いよね。よっ。うん。やはは。はい。ヤッキーヤッキーだけど、あんま面白くないんだよ、長すぎると。やっぱ5回ぐらいがちょうどいいな。あ。あ？今の何攻撃だっけ？クロリザ。橋を確認したいのと、うわ、石碑あるだろう。あれ、ない。これが願いのなんちゃらだよね。めんどくさいから後にしようと思ってたんだけどな。まあまあ、たまにはこうやって。はーい、なんすか。うん、折りすぎ折りすぎ、そこは違う。で、足場がないかな？足場を作ればってやつなのかな？はい。で、どうですか？うん、いいんじゃない？さて、抜けたんだよね。あっち行けばどうなのさ。
こう。ああ、ここちょっと収め物した方が楽だって。絶対。はい。あ、これはお気に召さない。あ、そう。じゃあ、ヤシの。何個ぐらい出んだろう。20個ぐらい出んじゃないか、ほわーって。うん、見えるとこだけで14個。だいたいどの辺にあるの？なんかだいぶ向こう側っぽいな。で、この辺は入ったから関係ないんだよな。入ったところはあれなの？こっち。ひどいな。ひどいな。光だらけじゃん。あの辺はもうはかかりこ村の方、まだゾーラ。ああ、ゾーラだ。生きて帰れると思うなよ。ナルシッソさん。ありがとう。じゃあ僕もチャンスね。いやー、洞窟の入り口ちっちゃいな。もっとちっちゃいの見つけたけどさ、ちっちゃいな。サンゴだ。穴開いてるわけじゃない。船作っていきなさいよ的な感じか、うん、全然だな。天井も低い。天井も低い。これを足場にしてこれを抜けんのか。なるほど。抜けて。なるほど、なるほど。
せないって。これ早くやるときはどうプレイしたらいいんだろうな。はい。は？違うんけ。取れるか。そうか、これ金属かなんかで蓋になってくかと思っちゃった。さて、ラムダだったら嫌なので、ラムダじゃないと思うけどね。しょうもないのだったらもう、あ、取っちゃった。なあ、でもこれは入り口はここしかないっぽいな。山登りにしてた。あ、いた。お。じゃあこれで終わりか。終わりっぽいな。まあ小さめで助かりましたよ。どこに抜けるかな。どこどこ。ああ、ルッタ、ルッタの場所だ。はいはいはい、何かな。あ、ルッタの場所じゃねえな。ルッタのちょっと近くだね。あー、はい、わかった。ここだ。せーの、これぐらい？こんなもんか。あんまいかねえんだな。ほら、もう通れるふうはなんか、ん？これは氷じゃないんだな。オッケー。通れるふうがな。行けそうなとこと行けないとこが全然わかんない。ブレワイの時に滑らない服をくださいって言った人たちはこれで満足なのか。満足なのか。ジャンプすればもうすぐに、ああ、こっから、なるほど、見えるように作ってんだ。はあ、ちょうどいい画角に入るんだ。
結局橋の名前登録しようと思ったけど登録できないまんまだな。よいしょ。ルッターの番所。ああ、はいはい。はいはい。はいはい。あ、ゾーラの剣だって。初めてだ。短めのやつは初めてですよ。これ開かないんでしょ？ここにたどり着くためにまた、ほら穴探さなきゃいけないけど。あ、一回、洞窟入っちゃうとこんな感じだー。イエーイ。暗いんですけど。罠？こっち？暗いなぁ。もうちょっとさ、明るい方が僕は好き。あ、こっから来たのか。だけど、下に行くための何かが。ちょっと待って、明かり花巨大をつけていいかな。どうなってんのかな。穴っぽこ穴っぽこ。え？一応洞窟扱いなの？いや、洞窟マーク出てないな。下方向に迷いがいるってことを示すだけの場所？あー、ぽいな。濃いなぁ。なんかそんな感じがするなぁ。一応、一応これでトーレルーフやってみようか。びっくりした。なんで行かれないのって思っちゃった。ぽい。あー、これだけか。これだけっぽいな。ナボリスのとこにはブリオールがいるんだろう。あー、いらないいらない。よし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 。武器いっぱいだと拾えないからね。あー、これだけだな。うん、あった。お分かり申したよ。よしと。これ晴れてれば綺麗なのかな。これだけっぽいね。何で殴ってる？あ、ゾーラの剣で殴ってる。あ、外した。嘘だろう。
ちゃん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 たらりだら。見つけてんの。よし、じゃあ橋のとこ行こうかな。だからこっちか。ああ、まだ印があるぞ。印がありますよ。どこだ？橋。はいはい。あれ？ここは？ここは入ったのか。なんであんな強いんだ。ああ。綺麗な花が。おいおい。なに？あ、赤い月？料理ぐらいさしてくれよ。また復活してるの？おお、すげえな。きれいに復活したな。ここかい。一回ここまで来てたじゃん。橋の下だと思って。
もうちょっと通れる方が便利だとな。今でも。これで何個見つけたんだ。ここぐらい見つけたのかな。少ない。あら、いそうだけど、迷いが近い。まだまだ扉が、あそこは入ってないの？入ってないっぽい。あそこ行こうか。なくなったの？まあ、ないならないで、ベースもこれでいい。第4章。どっちも年上なんだ。ヨナもミファも年上なんだ。急に音が盛り上がったな。じゃん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 。あれ？この辺に光があったんじゃない？消えたよ。ここ？ああ、ここだ。はい。ラルート水脈。ああ、じゃあそろそろ午後料理食べよう。流される。流されちゃう。これはあれか、滝をくぐりしにつながってんじゃないか。違うか、違うか、違うか。
特にこれ以上はないのかな。あるのか。いやあるように見えて、あいけないようにできてんだな。じゃあ流されてみるか。大きさが分からん。でかすぎて。規模が分かんないよ。とりあえず一番上には何もない。ないんだよね。ない。ないんだよね。じゃあ2番目。カニ。あ、右手になんかある。いや、これは行ったの。行ったんじゃなくて、ここから来たのか。あ、ここから来た。見て、琥珀、琥珀、岩塩。これでどうしろっつんだよ。見えない。明かり。両方何にもないな。はい。何にもなくていいの。いやー、でかいんだな。でかすぎるな。流されてる。あー、流されるよー、流されるよー。あー、で。こんなだだっ広いのに何にもない。何にもない。これパラセールなし、装備なしで来たら積むんじゃない？ワープで抜ければいいんだけど。ああ、戻れ子があるから大丈夫なのか。なるほど。だから板が流れてる。
これは大変だ。滝が2つあって、全然何があるの。滝が2つ、めちゃめちゃ水。こっち側はもう何にもないと思ってるんだな。一応じゃあ戻れてかけてみるか。なるほど。なるほど。うん、ここは、ああ、滑るのか。これで迷いも探さなきゃいけないんでしょ？地方向だって、なんかすごい高いところになんかあるわけでもないな。なんだ、見えないな、暗いな。しょうがない。じゃあここをセーブして開けて、あんまりいいものじゃなかったらもうこのままやめよう。今日は、今日はあれだね、夢見のゾーラの剣、攻撃力アップでもいらない。じゃあ今日はここまでです。謎の何なんだっけ、ラルート水路の謎が解けずに今日は終わりましたけど、わかんないね。まあこのわかんないのが楽しいので、これでいいんじゃないかなと思います。じゃあ終わりまーす。午後料理がほぼ意味なかったな。よし、終わろう。